んだ隠れ茶屋である可能性の高いことが分かりました。小部屋はわずか3畳の広さで、茶の湯の歴史を研究している福田誠一郎さんが調べたところ、2階の奥の目立たない場所に設けられていたほか、丸い窓の外側に四角い障子が取り付けられ、外から見えないように工夫していました。色濃く江戸時代の、文化っていうのがそのまま継続してるっていう、風雅のものっていうのを求めてますよっていう、こう松江人の粋な気質っていうのがこの隠れ茶室に残ってる。築地市場の移転の予算案が東京都議会で可決される見通しが出てきました。都議会の民主党会派をおととい離脱した